スバルのトランスミッションの一覧では、スバル社のマニュアル、オートマチックおよび連続化変トランスミッションについて述べる。スバルは独自のマニュアルおよび CVT トランスミッションを製造している。1970年代以降、すべてのスバルの従来型オートマチックトランスミッションは、スバルの仕様に適合されたジアトコ製である。 2014年モデル年、北米仕様のスバル車における従来型、オートマチックトランスミッションは、リニアトロニック CVT に置き換えられた。すべてのスバルの3速オートマチックトランスミッションは、ジアトコ製であった。スバルは古いジアトコの設計に基づいて、独自の4速オートマチックトランスミッションを作った。これは、FWD 及び常時全輪駆動車で利用可能であった。 アクトマイナス4、または VTD スバルはアクティブトルクスプリット及び可変トルク配分と呼ばれる2種類の駆動力伝達システム使用する。アクティブトルクスプリット式は前輪を直接的に後輪を油圧クラッチを介して駆動する。制御ユニットは車速、ギア位置、車輪速など複数の要素を監視しメモリに格納されたモデルに基づいてクラッチの適用を変動する。 これによって、数から完全にロックされるまでの間で、後輪へのトルクが常に積極的に変化する。制御ユニットは1秒間に数回トルクを変動できる。より高出力エンジンを持つ車両はより積極的なモデルを使用し、これによって一般により高いリアエンゲージメントがもたらされる。後に消費者の混乱を減らすための試みとして、トルク分割の数字が示されたが、 制御ユニットに固定の出発点を与える機械的またその他の装置が存在しないためこれらの数字には何の意味もなかった。このシステムは r g o n ネ 2.7VX 導入後のほとんどのスバル車で使用されるより一般的に使われる機構である。VTD はクラッチに対して追尾優勢センターデフを追加し、従って優勢ギア比から計算される。 固定の出発トルク分割を有する。積極的なクラッチ動作は、アクトシステムと同様であるが、クラッチは我がデフそのものとしてではなくデフの動作を抑えるために使われる。VTD は1991年に、アルシオネ SVX で導入され、VDC アウトバックや米国市場モデルの2003から4年レガシー GT、2.5GT など、ターボチャージャーを搭載した。 高性能モデルで大抵見られる。アクティブトルクスプリットおよび VTD は両世代の4足トランスミッションで見られるが5足トランスミッションは VTD のみを使用する。4E とこのトランスミッションはスバルアルシオーネ 2.7VX 及びレオーネツーリングワゴンで使用するために1988年に発表された。ベルハウジング及びインプットシャフトは スバル EJ 型エンジンのために変更された。第一世代は1998年頃まで使われた。第二世代は2008年まで使われた。スバルはスバルジャスティの小排気量3気筒エンジンから合理的な加速と燃費を得るために CVT を開発した。プッシュベルトシステムを使用しており、 シフター上のボタンが押し下げられた時に後輪をエンゲージするオプション 4WD ユニット付きであった。また、牽引、または、途半時により良いトルク配分を得るために、エンジンの回転数をほぼ2倍にする、スポーツモードも備えている。シフト表示は、PRNDDS と読め、DS は、ドライブスポーツを意味する。この CVT トランスミッションは、 早々高距離が蓄積すると信頼性がないことが判明したため、スバルは第5世代レガシー、アウトバックまで CVT 搭載車の北米への輸出を停止した。スバルは日本での販売のためだけに CVT 付きの軽自動車の製造を続けた。長年にわたるトランスミッションの設計の改良に加えて、スバルは他メーカーに CVT を提供した。 ジャスティのイケートは1988年11月に油圧作動 4WD 使用も利用可能となり、このモデルはジャスティ 4WD イケートと呼ばれた。採用車種、1998年に発表されたロックアップ機構付きトルクコンバータを搭載し、クリープ現象による滑らかな発進を可能にした CVT。プレオ R2。 R1 の一部グレードに搭載された7速、マニュアルモード付き ICVT は、スポーツシフト ICVT と呼ばれる。採用車種、リニアトロニック CVT トランスミッション。第1世代 TR690 型。チェーン駆動 CVT の技術説明図2009年、5代目、レガシー、アウトバック及び、JDMXC 側、リニアトロニックと名付けられた。 新改良 CVT を搭載した。金属チェーンを使用したプーリー型 CVT であり、プーリーシステムの単純さと金属チェーンの耐久性から最も信頼性が高いと考えられている。加えて金属チェーンプーリーシステムは一般的に他の CVT 設計よりも静かである。金属チェーンはアウディのマルチトロニック CVT と同様に、 ドイツシェフラーグループのルーク社から供給を受けている。金属チェーン式は、金属ベルト式よりも巻きかけ半径が小さくできる。ために変速機の変速比幅をより広く設定でき、伝達効率と燃費性能をより高めることができる。高容量と中容量の2種類があり、前者はスポーツリニアトロニックと呼ばれている。第2世代の TR580 型の方が、 t r 六百九十型よりも百ミリメートル短く十五パーセント軽い。米国ではリニアトロニックはアウトバック、レガシー、ホレスターの二 2.5i エンジン、インプレッサおよび XV の f b 二十エンジンで利用可能である。東南アジアでは二千十年以後のレガシーで利用可能である。スバルはホントランスミッションが最適なレブレンジにエンジンを保ちながら 燃料効率を最大化する途切れることのない力を与えると主張する。リニアトロニックはエンジンとトランスミッションを接続するために特別に改良されたトルクコンバータを使用する。従来型のトルクコンバータのように滑ることができるが、非常に低速での巡航時を除くすべての条件下でロックし続ける。加速時にロックアップ状態が持続することで、 クラッチの効率性と制御性を確保しつつ、従来の優勢式オートマチックトランスミッションと同様の動作を実現している。マニュアルモード付きのモデルでは、パドルシフトを使って手動で変速比を制御することもできる。変速比幅は以下の通り。TR690 型と比較した TR580 型の主な違いは以下の通りである。型番の1文字目の T はトランスミッション、それに続く場合がある、Y は常時オード用、M は前輪駆動用、二2桁の数値は軸間距離を示す。したがって、例えば TY75 型は常時オード用で、軸間、距離 75mm のマニュアルトランスミッションである。スバルは1970年から1989年まで、いくつかの4足トランスミッションを製造した。 5 m t e a 5 m t ジャスティン、5 m t 特筆すべきは、1995年まではターボ車にのみ油圧クラッチが採用されていたことである。また、1998年にはターボ車のクラッチがプッシュ式からプル式に変更され、ベルハウジングやフォークのマイナーチェンジが必要となった。5MT 修正版 SJ 型フォレスター 2.5i、インプレッサ WRXST。 およびレガシースペック B 現在米国市場仕様のスバル車で利用可能な6足マニュアルトランスミッションにはいくつかの種類が存在する ST の 6MT は長年にわたって様々な変化を経験しているが常にドライバーズコントロールセンターデフ付きのフロント LSD を有している2006年 ST の六 m t はセンターデフのリミテッドスリップユニットか一部のギアの わずかな軽量化などいくかの変更が行われた。スペック B の 6MT は ST のユニットとは異なるギア比を持ち、DCCD は持たず、フロントデフもセンターデフもリミテッドスリップユニットではない。スペック B は ST にユニットの頑強性のほぼ保ちながら WRXST よりもギア比が長いため一部の人々によって非常に大事にされている。BM BR 型レガシー、アウトバック2010から2014年モデルのレガシー、及びアウトバックでは、2.5i および 2.5i プレミアムに2種類のトランスミッションのうちの一つとして6速マニュアルを設定しており、レガシー GT では唯一の選択肢となっている。このトランスミッションは、スプリットケース式の m t を進化させたもので、 STI の 6MT トランスミッションとは部品を共有していない。このトランスミッションは従来のダイレクトメカニカルリンクを使用した設計とは異なりケーブルシフターを採用している。2015WRX2015 2015年の WRX は新しい FA20D ボクサーエンジンの後ろに新しい6速ケーブルシフトマニュアルトランスミッションを搭載している。 このトランスミッションは従来の WRX に搭載されていた後、MT と同様にトルクを50、50に分割するビスカスリミテッドスリップセンターデフを採用している。交退は6速の右側にあり、エスティの 6MT と同様にシフトノブの下にあるロックアートリングを持ち上げることでアクセスする。WRX6MT はレガシー、アウトバックと同様に 旧型のモ MT と同様のスプリットケース式で WRXST6MT との内部的な共通性はない。2018クロストレック。ありがとうございます。